いろいろ加工してて、加工って言ったらなんか目大きくしてるのって思うかもしれないけど、私生まれつき腕にあざみたいなのがあって、それがめちゃめちゃ映る角度の写真でいつもね実は消してるの。それをすごいすごい枚数消すっていう作業を今からしていくから、すごい枚数消していくって作業をしていくので、でひな、今日ひなとね、ひーありがとう、そうひなと同じ日、同じ格好の日だって、でひなが終わるまでに送ってあげたいのよ写真を全部。ひなが SNS 載っけるよっていう時にみなが待って、あざあざ、あひーありがとう、あざあざを透明にしといていいかな、あざをまだ消してなくて送れないだったマジでごめんと思うから、で今やりたくて、だからラジオ聞きつつ立つんだ、ラジオ聞きつつそういうことを実はしてますっていうことだけ伝えておきます。あざを、そうそういう加工です、いい加工、いい加工も何もないけどいい加工をするので許しておくれ。そうコンプレックスなのよね、そう。そうだからそれを今これ目立つってやつは消して、消して、あざ消し、あざ消しの途中喋れないまあさすがに全部消す時間はないから、ほんと目立つやつだけ消していけたらっていう、もうこれはいいや、もう座ってるやつは、座ってるやつまでやったらもう大変だからやめた。だからめちゃめちゃ死ぬほど携帯触るんですけど、遊んでるわけじゃないので許しておくまし。で、ラジオもイヤホンまだつなげてないので5分前になったら教えてください。そうなんかいつもはね休憩中とかにやるんだけど、今日ありがたいことに休憩がなくてないことは嘘、あんまりなくて、でもそれほどみんなが来てくれてたからそれは良くて、全然そこに関しては別に休憩ないとかはないんですけど、ただそういうことをする時間がなかったものでいつもはね仕上げてくるんだけどっていうことだけ。だから5分前に教えてね、ラジコの準備が整っていませんので、だから今私はずっと目線がこっちにいるんですけど、みんなのことは考えているよみんなのことを考えているがゆえの、もうね本当に正直その生まれつきのやつをね全部消してたらもう多分本当に大変なことになるので、座ってるひながもし座ってるやつを乗っけたら、座ってるやつはもう妥協したやつなので映ってるんですけど、立ちの立って横向いてるやつとかは妥協せずに一番目立つので消していきたいので、死ぬほど携帯触ってますがっていう配信です。どういう配信だ結構枚数あるの、みんなが載せろって言うからみんながオンラインなんだからリアルじゃないんだから見せてって言うからめちゃめちゃあるよどうしてもね目立つんや、でもねほんと生まれつきだからね気にしてもしゃあないんだけど、もっと目心ってやつだよねこれに関しては、まあ、載せてないやつ、 SNS 等で載せないやつはメールじゃなくてファンクラブの方に持っていけたらなと思ってます。5分前です、私25って書いた、なんでだよ、頭の中では30と思ってたのに、なんでそういう自分の行動を裏切るの私、もう言ったからには25にすります、なんで自分が自分を裏切るんだバカだれしかも何がイラってするっていうかさ、その加工してる写真がさ1枚さ保存するために毎回広告になるの、それが一番いいってな、
一枚一枚で広告入れないでもろてと思って。ラジコ、ラジコ。ホッケーラジ ST48 2月25分やね。 OK、 あと押すだけ、あと押すだけにしといて、イヤホンがつながっているかチェックを YouTube の方で ST48 のなんか動画を見て確認します。 ST 裏を見ます。はい、つながってますね。 OK、 あとはボタンを押すだけ。25分になったら543210の0で一緒に押そう、うん、押そうと思うので、同じタイミングで押していただけたら同じタイミングのラジオで聞けると思います。でラジオ中もずっとこちらへ見てるんですけど、お気になさらずお気になさらず。私どこまでやった、まあ、4枚4枚やってね。結構同じじゃない、同じじゃないわ、2人とも同じ顔しよう。1 1 2 3、ここ、あ、ここからか。了解、ありがとう。だから皆さんもあと3分ほどで聞こうと思いますので準備をしてくださいね、しててくださいね。なんか物が落ちたね、絶対。でも私、そう、ひなちゃんと同じ日、同じ格好の日だから、ひなと二人合わせ、隣合わせの写真がいっぱいあるんだけど、ひなが白すぎるのか私が焼けすぎなのか分かんないほど肌の色が全然違くてひな白みたいな、わし焼けすぎもともと白い方じゃないんですよ。そう、もともとね、もともと白い方じゃないんだけど、ひながもともとすごく白い方だからびっくりしちゃうもうほら、一枚一枚ごとに広告入る、一枚一枚ごとにもう5秒以上待っとる。わかんない、その服の色でより私がそう濃く見える色彩補正みたいなの入っとんかな、わかんないけど、わかんない、私がちょっと太陽の光をめっちゃ浴びる位置にいた可能性もあるそこはね、ちょっと真偽わかんないんだけどね。すごいその写真の中では私が本当びっくりするほどなんか黒焼けてて、そうでいいのがびっくりするほど白いんだよね。待って、今の写真私消した、やってる、無意識にやってる。そう、今私は何をしているかって言われたら、今日載せる写真のちょっと生まれつきの腕のあざがちょっと目立っちゃうので、生まれ、これを持って生まれてきたんですけど、だからコンプレックスっていうほどでは言いたくないけど、あまりにも目立つからちょっと全部はできないから、立ってるやつで目立つやつは全部消していきたいなっていう。皆さん準備できてますか？準備できてますか？まだ2時4分だよ。見てるよ。ありがとう。OK。でもね、私は天才だからやりながら喋れるんです。そう、なぜならば私は天才だからということで、25分になりました。皆様ラジコの準備は完了していますでしょうか。ん、何これ OK ですか。私が5秒数えるので、ゼロのタイミングで合わせてスタート、再生ボタン、録音ボタン、録音じゃないね再生ボタンを押してください。いきますね、ちょっと待ってください。今いいところ今いいところ、よし、あ、この広告待ってる間に行きます、行きます。 5 4 3 2
4321 0。ラジコの何がいいって、そのバック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 でね、違うことができるっていう。来ちゃった。あ、物議巻き起こしたやつですね、これ。これ無茶ぶりだよ、めっちゃ。ちっちゃいモノクラブ。すごい、私伏線みたいなことするじゃん。戦みたいなことしてる。まあ小数点まで言ってるのは公式じゃないけどね、勝手に言ってるだけなんだけど。2ミリは誤差なんだって。朝測ったら伸びてるよ。ねえ、誤差だよね。ねえ。誤差だよね。ヤンマガでは152ってなってる。なんだって。パッパーラ。でもなんかももちゃんも毎回言う身長違うって言ってた。あんまりいじりすぎたら不快ですよ、そろそろ。いじらないで。朝に測ったら伸びてんだ。え、気持ち悪い人がいる。谷口真比奈です。いや、なんか最悪、止まった。これ待って、ラジオ中にできないわ。アプリがバックグラウンドで、もう流したけど、作業してるのは大丈夫だけど、広告になった瞬間そっちに音がつながる。はい、終わった。広告のせいだ。もう、終わった。ちょっと2秒ぐらい遅れましてる。2秒ぐらい遅れてます。最悪だ。どうしたらいいんだ。ごめんね、ちょっとずれた。私死ぬほど遅れた気がする今。なんか止まった。ダメだ、何もできないもん。30分間集中。
もうダメだ。はあ。いひひひひ。音消してもダメだったよ。止められたまた。私は聖徳太子でも広告には勝てない。課金してやろうか、広告なしにしてやろうか。優先にしたらよかったのかな。月額950円もかかる、許せない。キーキーね。ラジオも聞いてるよ、エホバギでしょ、聞いてる聞いてる。そうね、配信してたらさ、よりイベントの、それこそさっきの節分のギフトとかもあるよね。配信してたらよりイベントを感じる。私はリアルタイムでも聴いてたので、このいい曲を2回目ですね。でででででで。あー、もうやっぱ広告に飛ぶ。さよなら、もうあんたでするよ。情緒が終わっている。もう広告に飛ばされるからもういいよ。なんでも課金ってか、け。あ、ごめんね、早めちゃったから時間も言わずに。今宇多田ヒカルさんの曲が終わった瞬間です。分かった、今メール送ろう。何でも同時にすればいいな。そう、これを終わったらメール送る予定だったから、先にメール送ろう。今終わりました曲、今テンテンってなってる、テンテン。今時間に追われているミヒ。桃の悩み、なんだろう、なんだ、てん、食べないときか。難しいね、私も食べちゃうから分かる。あ、本当の正規の時間の人はピーマン今見て、私今まだピーマン言ってない、これ正規の時間、私が止まったの何回も。
今ピーマン。美味しそう。ピーマン買って帰ればよかった。メール売ってる。一袋すごいよね。ピーマン食べたくなってきた。お腹空いてきた。塩まみ。三分。お腹空いてきた。私えのき大好きだから、えのきのバター醤油が好き。きのこのこ、うん、それはそう。まひのまひのばあちゃん説得力あるよね、なんか。今ももちゃんのコラ、あのリクエスト。曲が始まったら教えてください。UFO テートで非前略。はい、始まりました。みんなありがとう。私が広告に悩まされて止まっちゃったからありがとう。ミュ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 だ。何歳の、ごめんなわしてくれて。生きる価値がないと言われたようで、唇かむしかなかった、ずっと全力でなんか走れない、時には歩きたくなる。
僕はそんなに強くはないんだ、ぜだけ休ませ。めっちゃ久々。急がなくたっていいじゃないか、ぜ、あ、わかった。まあ、折り目じゃないからさ。胸を離れ、一人ね、この道もゆっくり歩いてる。てんてんてん。陸上公園、いい公園だったな。てんてんてん。最高にしてやった。うわぁ！投げされるより。似たじたと否定が至れない部下。こんなにちょっとうろ覚えなの悲しい。出てんだ。いい、収録では曲流れんよ。そう、ラジオ流れんよ、収録流れたて。それまで自分のペースで、僕は絶対向きにはならない、道端の葉の目でを、もっと止まりしてでもいいじゃないか。あ、メールが。でいるのだろう、僕にとって一番大事なもの、どこかで見つけよう。いい曲。全力でなんか走れない、時には歩きたくなる、僕はそんなに強くはないんだ、少しだけ休ませてくれ、何も急がなくたっていいじゃないか、全力はやめよう。一回だけやったんだよね、地方のポジかな、パルトのポジ、パルトのポジだった気がする。地方のポジだっけ、地方のポジ。一回だけなんかでやったんですよね、ちーちゃんが多分休業中だったのかな。そう、それで私が入った気がする。で、私その当時の暗い目のカップリング曲、シンドバッドが折り面で、誰好き誰かがいつかも、この前もやったし、桃鉄ツアーでカノンが休業中にやったし、非全力も多分そこでやったし、片思いの入口リクアワでやったから、コンプ、ようこさん、コンプ。コンプリート。私はネガティブですね。捉え方ってでかいよ、物事。ココアのファンの方だよね、多分。そう、多分ココアのファンの方気がする、名前だけで勝手に。ご飯炊いてる、わし今ご飯って言った、え、
嘘、ご飯が出てきた、私今ご飯って言った、怖っ。あ、ご飯ね、あ、ラジオか、びっくりした。ご飯ね、私炊飯器持ってるよ、ちゃんと。ちょっと配信自体も時差あるんだね。これいい言葉だよね、麻痺のこの言葉。これのマヒナのこのワードチョイス、ディレクターさんがめっちゃ褒めてた。今日いいね、あの言葉いいよってネガティブ出身いいことすごいねってめっちゃ褒めてたFM の広島さんの方がめっちゃ褒めてた。いや確かにすごい言葉だと思って、よう出ると思って、マジ向いてる。タタ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 タ、やべ、ピーマン食べたい、どうしようそんな気分になることないのにピーマン食べたい桃のせいだ桃のあれですね、後で話そう。これピーマン、ピーマン、ピーマン絶対この曲に私に合ってない今気持ちが。あ、またまた止まった、もうあああ曲中だから私が進もう。あ、進めない、どうしようまだサビじゃない、ジタバするけどって言ってる。一回、あ、今サビレーバーダディデデデデデデ、笑えればいいんだよ、そうそうデデデデデデデ、ハハハエレーバーダディデ、その曲終わったらいいわ。ダディダディダダデデダタタ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 タ、あ、ラジオネームって言った。もう何しても止まりそうで怖い、私はもう何もできないわ。ツイートもしてない、まだ。お手紙来た、すげえ、今送ったのにすげえこれ今配信中に書き書きしましたこのメールユノだろ、もっと褒めてたやろユノの人はねラジオ止めないんよね天才ありがとう。
聞いてるよ。ほら、かわいい。これ楽し、これ載せるから。楽しみにしてて。ひぃ！こんなぜ、ね、ちゃんとしてるでしょ？みんな。上半身だけと思うやん。ブーツもちゃんと。うん、乗せ、これ乗せるから。これ乗せるから。でもこうやってインスタにも載せるから。いいから、このポーズが上手。アイドル。とってもアイドル。せよ。はい、終わっちゃう。ピーマン料理は肉詰めが好き。待って、多分写真撮ったらラジオ止まっちゃうから待ってね。チャチャさん、たまありがとう。もうすぐ終わっちゃうので撮るね。うんうん。タイミングごめん。いや、知らん、わからんやんね。写真撮ったらラジオ止まるなんてね。私も知らんかった。逆に待たせてごめんね。ま、もももない、これめ、ももがめっちゃいいコメント、本当に。ももがすごくいいコメントで。感動しちゃった。ももめっちゃいいこと言うと思って。あ、これも昨日でしたね。なんかこの前も昨日だったな。あ、これも昨日でした。アーカイブ DMM で見ましょう。もやもや。前も昨日ですねってなったよ。いいよね、いいこと。ちゃんと解決した。あ、送ってください。なんかすごいクマが来た。ありがとう。下吉さん、わあ、ステッカー、ステッカーもらえるもんはもらうぞ。初見です。やっほー。まひな、頑張りまひな。バイバイまひな。お疲れ様ひな。バイバイまひな。頑張りまひな。ご利用し。司会の後はテンション変なので、このテンション好きだなみたいな人は今日お話し会だなと思った日狙ってくればこんなんです。あ、今回は多分あとないです。前回のラジオはあとに
あったんですけど、今回は多分本編がすごく盛り上がって、あの相談ごとにより時間使ったので今回はないですよ。終わりました、終わりました。だから切っちゃったって人も大丈夫ということで、ハケラジでした。こんななんか聖徳太子みたいなラジオ聞きながらメール送ってるなんかみんなからしたらなんかね、メール送ってる最中になんか動画のとこ飛んじゃって広告のあ止まったみたいなことがいっぱいあったんだけど、合わせてくれて感謝でいっぱいだ。さあで、そうね、まあ今さ、今来たよみたいな人とか、ラジオ中に来たよって人は、みーちゃんそのラジオ聞きながら何してたのって人いると思うんですけど、みなみちゃん今日ね、岩田ひなちゃんと同じ格好、お揃いの格好してたんですけど、実はね、あの公園とかでは全然見えてるからね、あの見えてる時もあるから、コンサート知ってる人もいると思うんだけど、みなみちゃんね、あの腕にねちょっと生まれつきのなんかあざみたいなシミみたいなのがあってね、そう普段も実は消してて、見える時はなんか今回もひなちゃんとのやつですごくそこっち向きのやつで目立つやつがあったので、 それで消し消し消しってできるのやつを今頑張ってやってて、でも全部やっちゃうともう死ぬほど 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9、もう50枚以上あるので50枚以上あるので、もう座ってるバージョンのやつは今後もし私がメール載せたりひなが載せてくれたら写ってはいるんですけど、座ってるバージョンはあんま目立たないんですけど、立ってドアップのやつがすごく目立つので、その立ってるやつバージョンだけ今デタッチをしてて、ひなちゃんがもうお話終わってるんですよね。だから多分ツイートを多分、あポストをもうツイートって言わない、ポストを多分ひなちゃんしたいと思うから、そうしたいなって思うから、そうひなちゃんのために早くやってあげたくて、でいつもこういうのは休憩中にやるんですけど、今日はねありがたいことにたくさんの人が来てくれたから、ちょっとまだできてなかったから、みんなと話しながらエレタッチしながらコメント読みながらってやってます。でもその前につよつよさん、先ほどはタワー投げてくれてありがとう。あったあったね、ちょっと写真撮ったらラジコが切れちゃうかもと思って、ありがとう。あ、ひな玉、ひな玉じゃ、ひな、おひな壇なんだっけ、ひな祭りのひな人形全然出なかった、タワーありがとう。それこそ今日休憩中にねタワーのイラスト描こうと思ったんだけど全然描けなかったので、一枚も描けなかったので、あの頑張ります。ということで、今からみなみちゃんはそういうことをしながらみんなのコメントに答えていきたいと思います。多分エピソードを語るっていう頭はないので、そうエピソードを語るっていうほどの両立はできないので、みんなのコメントに答えるぐらいはできるので、なんか単発の質問とか全然送ってくれても大丈夫です。どこまでやったかな、鼻がかゆい、どこまでやっちゃう？ん？下から始めたっけ、これ上から始めた？下から始めたか、下から始めてんね。好きなお菓子は何ですか？え、可愛くないんですけど、あちょっとお菓子の中ではお高めなのであんま買わないんですけど、カラムーチョが好きですカラムーチョ好きっすね。そんな風に、あと8時10分ぐらいには男女読みたいなと思っています。ちょっと早いんですけど、みーちゃん今日なんかバタバタしてるねって、実はこの後あるメンバーと会うんですよ、ちょっちご飯行こうぜみたいなノリ、あれ節約どこ行ったって感じなんだけどそう、でもその子たちと会ってすぐ帰ってく、ご飯食べたらすぐ帰ってくるので、おバイバイした後も配信できるかなと思うんですけど、あの確定が出せないのでちょっとそうなってしまいました。
許してにゃん許してにゃん。許してにゃん。よし。本当にこのアプリいくない。1枚保存するために10秒の広告に悩まされる。このアプリ1枚はやばくない？ 1 枚ごとに広告はやばくない？なんで？なんでなの？あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、あと11枚やったら終わり。ひなとの写真ほんとめちゃくちゃあるから、多分全部載せきらんから SNS に、多分お互いファンクラブに載せると思う。で今日ファンクラブに載せる動画がマジ岩石推し必見っていう動画なので、そう、そう、岩石推し必見っていう内容の動画になってて、私が全プロデュースしました。さ、脚本ひなはなんとかって言って、でお互いなんとかって言った後になんこういうポーズするよっていう、全部決めました。それに乗ってくれたひなちゃんっていう図なので、それをちょっとこれが終わったら載せようと思いますのでお待ちください。多分岩石推しってお互いのファンクラブ入ってる可能性が結構、お互い載せがちだから高いかなと思ったりとか、わかんないひなちゃんのやつを見れたことがないのでわかんないんですけど、そう、ひなちゃん待ってて。ひなちゃん待っててね。そんな感じになっております。それをさっきのラジオ中にさ、そのアプリ、写真アプリはさ、広告につながってさ、ラジコ止まっちゃうからさ、もうできなくってさ、じゃあもうそのファンクラブの方先にやろうと思って LINE 開いて動画をした瞬間また止まってさ、多分全然なんかこれすれば止まらないとかできると思うんだけど、もう止まってしまうようなことはもうやめようと思って、さっき送れなかったので、そう、もうこの後送り待つ。だからすごくこの子携帯触ってるな、なんだけど、まあ、触ってるのは事実、否定はできないけど、行き着く先はみんなのためにっていう志のもとやっているので許してにゃ志は変わってない。あれ？なくなった。あっただ。そう、その SNS がありがたいことにいっぱいあるので、ちょっとどれを優先とかできなくて、私も時間の使い方も下手くそで、多分今日たくさんの人が来てくれたけど、15分20分はあったから、そこでうまくできたらよかったんですけど、なかなかできなかった。そう、でもその私今日誰よりも早食いだった。マジであと10分後に始まっちゃうって、15分後とかに始まっちゃうっていうタイミングにその前の時間が終わって、そう、嬉しいと思って、これ本当に誤解しないでほしい、嬉しいのよ、それほど喋れるのが。けどご飯食べたいなと思って10分で私ビビンバ駆け込んだから超美味しかったそう、超美味しかった。幸せってこういうことかって思った
そう、今日のお弁当はね、あのビビンバだったんです。そう、ちゃんと温玉が乗ってる系のビビンバ、ちゃんとした美味しい、ちゃんとしたっていうかあれだけど、本格的なやつでめちゃめちゃビビでした。私さ、韓国系の料理がすごく好きだから、私得かよと思いながらもぐもぐいたしました。そう、マジでお弁当がいろんなジャンルがあって楽しい。で、夜のお弁当オムライスだったから、なんか止まっちゃった。なんか止まっちゃった。そう、前回のお話し会でオムライスは持って帰るのを忘れたんですけど、今日ちゃんと持って帰ってきました。けど今からご飯食べに行きます。けど多分帰ってきたらオムライス食べます。すごいです、私の食生活。23日も参加できます。あ、いつか参加できる日があるのかな。じゃあこの子充電がないんだわ。よいしょ。本当に嘘偽りなく、本当に1保存につき 1広告なんだけど、1保存につき1広告、困っちゃう。いつもはこんな大量にしないからさ、こんな困ったことないんだけど、今日に関しては困っちゃう。頑張ってる、ありがとう。逆にこんな、なんか目線が合わない配信でごめんね。申し訳ない気持ちはめちゃくちゃある。とにかく笑え、負けないで、優しい。ふとした瞬間に流そう、そろそろ思い出のときめき覚えているでしょ、パスてるから。あと4枚、あと違う、あと5枚、あと5枚、いけ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 、でけみなみ。こんなに毎秒毎回広告に悩まされながら、1広告10秒はかかるから、負けないで、もう遅くし、最後まで走り抜けて。あれ、なんかバグった。なんでなんで、マジで、あ、これか。どんなに離れてても心はそばにいるわ。あ、え、なんか広告なかった、ラッキー。追いかけて遥かな夢。あ、ザミャクさん、おひなさまタワーありがとう。ありがとう、おひなさまタワー。カキカキ、だいぶ多分遅れますが、よろしくね。多分2月1日以降分が一向に終わってないので、だいぶ遅れちゃうのですが、許してにゃん、許してにゃん。1日24時間ってやっぱり足りないよね。みーちゃんそう思うけど、みんなどう思う？私は無理だよ。ほんとひなちゃん白い。なんでこんなに違うの？かわいい。白くてかわいい。
あともうちょっと、あともうちょっと保存して、あ、広告、あ、タワー、エビ様、なんだっけこれ、婿養子じゃなくてなんだっけ、婿養子じゃなくて、お代様エビ様、タワーありがとうすごい間違えちゃったエビさん、多分 おだいり様のありがとう、すごい間違えちゃった、恥ずかしい、なんか婿養子しか出てこなかった、なんかなんでだろう、お婿さんっていうあれだったのか、どこまで行った、これやって、これやって、こっち、これか、違う違う、同じな、これ同じ、ありがとう、こんな、こんな私に今日こんな態度悪いと思われても否定ができない、こんな私にありがとう、あ、12分だということで馴染みますね、先に、いや、このレタッチだけ終えたら、すごい今頭皮大丈夫、頭皮な気がするけど、よし、オッケー、今広告中なので男女を見たいと思います、リアルタイムランキングいます、13位ドンさん、12位テリーピーさんいい音、11位タギーさん、10位バブさん誇り回ってるかも、9位パ、10位バブさん、え、言ったね、9位パンダムさん、8位佐藤さん、7位柴犬さん、6位黒さん、5位カニエさん、4位つよつよさん、3位ザービアクさん、2位下キンさん、そして1位はエビ様でした、ありがとう、あれ、どこ行った、見える、いた、ありがとうございました、今日なんかお話し会の話何もできてない気がするんですけど、お話し会とっても楽しかったです、ありがたいことに3月分は全完売しているので、本当にたくさんの方と話して、それこそなんかお名前だけはもう数年知ってる人けど、直接とかオンラインとか、あの対面したことない方が私の卒業を機に勇気を出してきてくれたりとか、なんかみんな笑顔になんかなりました、明るい、なんだろう、笑、めちゃめちゃ笑かしてくれて、なんか泣いて、なんか泣き笑いみたいな、お手紙読んで泣き笑いとか、思い出語って泣き笑いみたいなのはあったんだけど、なんかそれも込みで笑顔になれたし、私も逆にうるうる泣いて、絶対泣かないって言って、なんかお話し会じゃない、お話し会じゃない天井見たりとかなんかある意味ちょっとな、自由というか、変にしっとりしてないお話し会、まだいるもんねみーちゃんって、今日は話さないよみたいな感じで、すごく好きってなったちょっとこの後 SNS とか更新どんどんしていきたいと思うので、全身の写真とかね、みんなご期待だと思うので、ご期待、ご希望、期待大だと思いますので、ちょっとこの後9時までには全部載せ切りたいと思います。では、キャッチエイドしたいと思います。私がどこどこだったらここでやってみてください。いきます。あれ、みんな、どこどこ？見つけた。みーのこと押してみひん。キュー。ありがとうございます。兵庫県出身、しなみなみでした。ということで、またお会いしましょう。バイバイじゃあねー。ワンちゃんもしかしたら帰ってきて配信できたらするわ。あ、でも、あの、それで待ってくれて、寝るの我慢してくれたら申し訳ないから、なんかあの、半々ぐらいに聞いてて。じゃあね、バイバイあ、いい。